ということでね、はい、真夏の南伊勢でございます。午後3時頃になりますでしょうか。今日はね MT-03 トレーサーで、はい、うろついておりますけれども、さすがにね、こう連日30度後半、が続きますですね。タイガースポーツで走るのがちょっと辛いというかね、はい、まあ乗ってるとですね、僕の足がですね欲しいものになってしまいます干からびますね、熱風でということでね、ちょっと MT-03 でサボっておりますけれども、はい、まあ時期的にですね、今世の中は、オリンピック、一色で、ございます。でね、その中でもそうですね、柔道のねこう話題が結構ね、まあ、誤審だとかね、まあいろいろね取り沙汰されておりますけれどもね、まあこれあくまでもね、こうその柔道の専門家でもない空波がこうつぶやくね、まあ、たわごとですから、はい、まあ、お耳汚し程度に聞いていただきたいんですけどもね、まあぐだなみでやろうと思うんですけど、まあ、あくまでもね、真剣にこうなんていうかな、ガチに捉えてマジレスしないようにしていただきたいんですけれども、まあ僕ね今はもうやっぱり柔道はねちょっとある程度ねこう、岐路に立ってるんじゃないかなっていうふうにね、思いますね。はい、ということでね、はい、今昨今オリンピックでね、まあいろいろと、こう柔道のね話題で、取り出さされておりますけれども、そうですね、まあこのなんていうのかな、要するに日本のね、漢字の、まあ、柔道、柔らの道と書くね、柔道と、まあすでにですね、こう国際柔道連盟がまあね、こうなんていうのかな、主催している、アルファベットの JUDO、はい、柔道、というものはですね、これも、まあ、全く別個のスポーツだと、やっぱりこう日本人自身も、こうなんていうのかな、認識して、行かなきゃ、いけない時期にも来ているんじゃないかなっていうふうに、思うんですね。まあそうですね、やっぱり柔道がもう正式種目、オリンピックの正式種目となったのは、前回の東京オリンピックのその前のオリンピックだったんでしたっけ。はい、なんでもう相当前ですよね。空波自身、と同じくらいの、まあ、もう年齢があるんじゃないでしょうかね。はい、そのぐらい前からもうオリンピックの種目として、やっておるということで、もう明らかにですね、柔道は、日本、というねこの島国を飛び立って、別のこうなんていうのかなものになっているっていう、その生みの親としては日本国、この日本人としてはね、柔道っていうのはあくまでも日本のものなんだと、ね、日本のものである以上、日本の柔らの道、まあ、自体がね、まあ、要するに行動感柔道と言ったらいいんでしょうか、まあ、そういったようなものが、要するに柔道なんだという、まあ、観点はもう捨てた方がいいと思いますね。もう今や、そのなんていうのかな、ある意味こう一本を狙っていく柔道というよりは、ある意味そのレスリングのようにポイントをこう取ってっていうかね、狙っていくような、柔道になってますよね。まあ、ですので、例えばですけども、こう技でいくとね、明らかにこう駆け逃げのような技ばっかり出してね行くような状態でも、その、まあ、駆け逃げのようなね技を出してると、まあ、一応技を出してるというふうに認識して、それを反対側の方にね、まあ、指導が入ったりとか、ちょっとねやっぱりこう日本人の目から見ると、まあそれおかしくねと、逃げてんのはどっちだよというようなものもありますし、まあ昔で言うとね、篠原選手のね、まあ一本が逆に相手の一本になったりだとかね、まあそれとか今回のね、まあ日本の選手もね、待てがかかったのかな、はい、待てがかかって、その後こう締め技がね4秒間だった、が続けられて、まあ落ちてしまって、負けてしまったと。でその後にその1本、が宣告されたと、待てがかかった後にもかかわらずということですよね。はい、まあ、それで、その選手がねしばらく畳の上に、から降りずに、まあ、抗議をしたと、いうこともあったし、それからあとはね、女子の選手がね、1本負けした後に、もうすごいこうなんていうか世界中に流れてしまいましたけど、ギャン泣きするね姿が流
流れてしまったりとかね、いろいろこうなんていうのかな、日本人として考えなきゃいけないなっていう部分が、出てきてるような気がするんですね。で、順応って言いますと、まずその最初のね、選手の、話からいくと、僕はね、その柔道っていう、JUDOO の、観点から言うのであれば、あれはやっぱり抗議するべきだし、当然抗議していいと思いますし、その待てっていうのをそもそも締めに入ってる段階であって、そのかける場所だったのかっていうところもあるし、その待てがかかったにもかかわらず、その後締め技が続けられて落ちて一本に、なったっていうのも不可解な、話だというふうに思いますので、そこはやっぱり抗議して、叱るべきだというふうに僕は思うんですね。ただ、日本の柔道柔らの道、剣道も柔道も道がつくものっていうのは基本的には僕は武道だと思ってるんですね。ですので、そういう試合、ということで考えるんであれば、ポイント制のね、JUDO の試合だということであれば、それでいいと思うんですが、ことを、武道であるという以上、勝負であるということに、考えるのであればね、僕はやっぱり、その待てがあったなしに関わらず落とされてしまったということに関して、やっぱり僕はその日本の柔らの道というものを極める選手であるとするのであれば、その畳から降りなかった抗議というのはどうなのかなと、いうふうにはちょっと思ってしまう部分もあるんですね。やっぱり落とされてしまったら、負けだろうと。そもそもが、柔道とかね、柔術とか、剣道もそうですけど、刀の切り合いなわけですよね。そもそもがルール無用の殺し合いなわけですよ。で、そこでそれでやってしまったら本当に死んでしまうから、ルールっていうものがあって、ルールに取った上でやっているわけなんですけどもね。元のその源流の話をすれば、柔道柔らの道ということでいけば、今回勝負には勝っていたのかというところを、僕はね、ちょっと疑問に思うところでも、あります。ただ、その後ね、非常に頑張ってね、気持ちを切り替えて、メダルを取っていただいたんで、本当にね、良かったなっていうふうに思います。はい。で、その次にね、やっぱり負けてしまってね、ギャン泣きした女子選手、はい。やっぱり僕はね、その4年間この日のために、一生懸命頑張ってき、た、その全ての思いが、たったね、本当に一瞬で、一本負けを喫したことによって全てがこう水の泡になってしまったということに対しての、なんて言うんだろうな、もう悔しさというか、もうそういったようなものがもうバーッと込み上げてきてね、ギャン泣きするっていう気持ちはもう非常に人間としてはもうこれよくわかるんです。よくわかるんですよね。ただその一方でね、そのたくさんの練習をこなしてきたっていう、ことはですね、間違いなく事実だろうし、そうでないとオリンピックの、日本代表の選手なんていうのはね、特になれないんだと思うんですよ。ただやっぱりそういうような極限の状態であっても、我、自身をね、我をこう見失わない精神力っていうのまでは、こう養えてなかったのかなっていうふうにも思ってしまうんですよ。これはやはり、どこまで行っても柔らの道の柔道、武道の柔道と、今でいうね、JUDO の柔道の考え方の違いだと思うので、そこはこう一緒の一緒くたにしてね、考えたところでなかなか答えは出ないと思うし、これ難しい話だというふうには思うんですね。で、やはり、ただ話は最初に戻りますけれども、もはや柔道というのは日本の柔らの道というそのね、柔道が世界では、通用しなくなってきているんだと思うんですね。もう独り立ちしてしまって、世界で JUDO になってしまって、そちらの方が、主流に、もはやなっているという事実は、これ日本人、柔道の、ね、生みの親の国の
日本人自身も、そろそろきっちりと、認めていかなければいけないんではないかなというふうにね、僕思うんですよ。ですので、道はですね、大きく分けて、3つあると思うんですね。1つはその、国際柔道連盟とかね、そういったようなものからもう脱退してしまって、新しく、本当のね、リアル柔道柔らの道、JUDO ではなくて、あくまでもどこの世界に行っても漢字で表記する、柔道、行動漢柔道というかね、そういうようなものを新たに構築、これからし直す決意があるか、あれば、その道を行くのも一つだと思います。それは伝統を守るという意味でもね、ありだと思います。で、もう一つは、もはや、この日本で、言ってるね、柔道は、やっていたところで、世界ではですね、世界のそのルールであったり、審判であったり、そういったようなもので、やる以上はね、なかなかこう、勝つのが難しくなってくると。で、世界で勝つ、じゃあ柔道とはどういうものかというので、方針そのものをね、転換して、メダルを取りに行く柔道を目指していくのか、これも一つの、方法だと思いますね。そしてもう一つは、分ける。その要するに、日本の、柔道やわらの道としての、コースというか、それと、世界で、こうオリンピックでね、逆にメダルを取るための柔道を一から教えていくコースという形で、こう2つにね、要するに日本の国内でも、やわらの道の柔道と JUDO を分けていくと。分けて考えて、分けて推進していくと、いうような、この3つがですね、僕は選択肢としてあるんじゃないかなと、いうふうに、思います。いずれにしてもね、これが柔道なんだ、これこそ柔道なんだ、これが柔道で今、行われている柔道は違うんだと、本物の柔道じゃないんだと、いくら日本人が叫んだところでですね、もうオリンピック種目になっても長年経って、世界国際連盟もあるようなスポーツなので、これを覆すということは、日本人の、ある意味その負け犬の遠吠えのように取られても仕方がないですよね。ですので、そろそろね、日本人も、そこの部分をですね、こうしっかりと認識してですね、じゃあどうしていくんだと、いうことをね、僕は考える、そのある意味その岐路に立っているんじゃないかなというふうにね、思います。そしてやっぱり、そうすることがですね、逆に言ったらね、これが柔道なんだと、こうやって一本を取ってこう綺麗に勝つのが、柔道なんだと、これが、柔道の美学なんだみたいな形で、教えてい、ってもね、もしかしたら本当に非常に優れた選手でも、本当に駆け逃げのようなね、技ばっかり食らってね、指導を食らって、オリンピックで負けてしまうみたいな、こともあると思うんですよ。それはやっぱりそういったようなところさえも、そういう逆に言ったらね、ルールだったり審判だったり、そういったようなものを、跳ねのけても、一本を取れるような、本当にもうなんていうのかな、向かうところをこう敵なしのような圧倒的な強い選手っていうのを日本が作り出せていた時代っていうのはそろそろ、終わりを告げてきているんじゃないかなと、いうふうに、僕は思うんですね。先日ね、その先ほどギャン泣きされたね、女子選手のお兄さんは本当にすごかったなって僕は思いますけどね。ただやっぱりそういう選手、昔で言うとね、古賀選手ですとかね、そういったような選手っていうのはもうなかなかこう、数を揃えるっていうのは、無理なんじゃないですかね。そういう時代になってきてるんじゃないかなと思いますので、そろそろね、こう日本人もね、その柔道というものに関してね、こう気持ちというか考え方を、切り替えていくということもね、ちょっと大事なんじゃないかなと、改めて、このオリンピックをね、見て、空波は思いました。ただね、やはりこう日本の国民としてはね、絶対にやってはいけないっていうことは一つだけあります。これだけは言っておきます。やはり、そのギャン泣きされた選手、4年間頑張ってきたんですよ。本当に一生懸命その時のことに頑張ってきたことは疑いないんですよ。じゃなきゃ日本代表になんかなれるわけないんです。でなのにそういう選手に敗れた選手に対してね、4年間何してきたんですかみたいなね、ことを書いたりする人がいるというふうにも僕読みましたし、またその先ほど
どのね、待てがかかった後にも締め続けて、勝った選手ね、その選手に対して日本人からの、まあ、なんていうの、心ない、抽象の言葉、まあ、二度と日本に来るなとかね、そういうようなあのことを書いて送っている人が、いるというふうに、聞きますが、こういったことはこれこそがまさに日本の恥であって、一番、なんていうのかな、頭の悪いバカな人間がやることでございますよね。なんでそういう誰が見ても、バカだと思われること、そして日本というこの国の、品位そのものを落とすような行為ですね、そういったようなことだけはやはり、こう日本人としてね、やってはいけないことだろうなというふうに、これだけはまあ間違いなく思います。